ベルゴロド前線崩壊、北朝鮮兵が一斉亡命、ウクライナ軍が大規模攻撃、ロシアの核基地が大パニック。ウクライナ戦争が長期化する中、プーチン政権は新たな戦力として北朝鮮軍を投入するという決断を下しました。しかし、この決定がもたらした結果は驚愕の事態となっています。ウクライナ軍事情報局によると、2024年初頭からロシアは北朝鮮から約1万2000人の兵士を受け入れ、その多くをクルスク地域の最前線に配備しました。しかし、この秘密兵器は戦場での効果を発揮するどころか、完全な失敗に終わりつつあります。北朝鮮兵士の現状と問題点。ロシア軍は現在、1日あたり平均1200人以上の死傷者を出しており、その中には北朝鮮兵士も多数含まれています。特に深刻なのは、彼らの装備と訓練の質の低さです。北朝鮮軍は1950年代のソ連式軍事ドクトリンに基づいて訓練されており、現代戦で必要とされる高度な戦術や最新技術への対応能力が著しく不足しています。この結果、北朝鮮兵士たちはウクライナ軍の革新的なドローン戦術や精密攻撃に対してほとんど無防備なまま戦場に送り込まれています。兵士たちの日常生活とモラルの低下。さらに、北朝鮮兵士たちの戦場外での生活も問題を抱えています。厳重な監視体制の下に置かれているものの、彼らは初めて自由なインターネットに触れる機会を得ており、その多くがポルノサイトの閲覧に没頭する事例が頻発しています。この行動は情報統制の厳しい北朝鮮では考えられないものであり、皮肉にも彼らの士気を著しく低下させる要因となっています。増加する亡命者と北朝鮮軍の内部事情。衝撃的な事実として、すでに18名以上の北朝鮮兵士が命がけでウクライナ側への亡命を果たしています。亡命者たちの証言によると、北朝鮮軍内部では深刻な食料不足や劣悪な衛生環境が蔓延しており、一般兵士の給与は1日わずか1ドル程度であるといいます。一方で、ロシアでの従軍には年間1500から2500ドルの収入が約束されていましたが、その大部分は北朝鮮政府に吸い上げられる仕組みでした。言語の壁と作戦効率の低下。ロシア軍は北朝鮮兵士とのコミュニケーションを円滑にするため、30人の兵士に対して一人の通訳と三人の指導者を配置する計画を立てましたが、実際には通訳の数が大幅に不足しています。この結果、戦場での意思疎通の問題が頻発し、作戦効率の著しい低下を招いています。また、ロシア軍は北朝鮮兵士にロシア軍の制服を着用させて、正体を隠そうとしていますが、この措置が逆に、兵士たちの士気を低下させる原因となっています。プーチン政権のさらなる計画。それにもかかわらず、プーチン政権はさらに多くの北朝鮮兵力を投入する計画を進めており、最終的には5万人規模にまで拡大する意向とされています。しかし、このような人海戦術は現代戦では効果を発揮することは難しく、軍事専門家たちはその実効性に疑問を呈しています。ウクライナ軍の高度な戦術と最新装備に対して、装備も訓練も不十分な北朝鮮兵士たちは、ほとんど無力な存在に過ぎないのです。ウクライナ軍の反撃とロシアの脆弱性。
ウクライナ軍は2024年、戦争の新たな局面を切り開いています。特に注目されるのは、ロシア領内の重要軍事施設への攻撃です。中でも、ロシアの戦略核ミサイル基地、オレスニクへのドローン攻撃は、ロシアの防衛システムが想像以上に脆弱であることを示しました。また、クルスクやベルゴロド地域への精密攻撃では、ロシア軍の指揮系統に壊滅的な打撃を与えました。ロシアの防空能力の問題と核施設の脆弱性。ロシアの防空システムがミサイル攻撃に対してほとんど無力であることが最近のウクライナ軍の作戦によって明らかになりました。特に深刻なのは、ロシアが最も重要視すべき核ミサイル基地ですら適切に防衛できていないという現実です。この事態は、ロシアの軍事力が見かけ倒しであるという本質を如実に示しています。2024年夏におけるウクライナ軍の攻勢では、ロシアはわずか数ヶ月で7万人以上の兵力を失いました。また、最新鋭とされる T-14 アルマータ戦車も、ウクライナのドローン戦術や長距離攻撃の前に脆弱性を露呈しました。このような状況は、ロシアの軍事ドクトリンにおける根本的な問題点を明らかにしています。核による威嚇の信憑性の喪失。ロシアは長年、核兵器による威嚇を通じて、国際的な影響力を維持しようとしてきました。しかし、核施設自体を防衛できない現実が明らかになった今、その威嚇の信憑性は大きく揺らいでいます。プーチン大統領は NATO の武器でロシア領土が攻撃された場合、核による報復も辞さないと警告していましたが、実際にはウクライナ軍の攻撃に対して有効な対応が取れていません。この一連の状況は、ロシアの核戦略が単なる虚勢に過ぎなかった可能性を示唆しています。ウクライナ軍の質的優位性。ウクライナ軍は比較的少数の兵力でありながら、ロシア本土深くまで作戦を展開できる能力を獲得しました。この能力は現代戦において、質的優位性がいかに重要であるかを示す典型例となっています。また、これらの作戦の成功は、ウクライナ軍の戦術的な確実性を示すと同時に、ロシア軍の衰退を浮き彫りにしました。北朝鮮との軍事同盟とその影響。ウクライナ戦争の長期化に伴い、ロシア、北朝鮮、中国による新たな悪の同盟の実態が次々と明らかになっています。2024年2月に韓国政府が公表した調査報告によれば、北朝鮮は過去6ヶ月で 915.2 ミリ口径の砲弾を大量にロシアへ密輸しており、この資源がロシア軍の戦力維持に重要な役割を果たしているとされています。北朝鮮の支援の見返りとして、ロシアは年間2億ドルの報酬や70万トンの米の供給を北朝鮮に約束しました。これは深刻な食糧危機に直面している北朝鮮にとって非常に重要な支援となっています。しかし、この取引には深刻な問題が潜んでおり、北朝鮮兵士の給与の大部分が政府に吸い上げられ、実際の兵士たちにはわずかな金額しか手元に残らない仕組みとなっています。中国の役割と技術支援の限界。中国は表向きには中立的な立場を維持しているものの、実際にはロシアに対して軍事技術の支援を行っています。特に注目されるのはドローン対策技術の提供です。しかし、皮肉なことに中国製の対ドローン技術は期待された効果を発揮しておらず、ウクライナ軍の革新的なドローン戦術に対する迎撃成功率はわずか 10% 程度にとどまっています。この低い成功率は
中国の軍事技術の限界を浮き彫りにしました。ロシアの核の脅しの失敗。ロシア領内のクルスク地域にウクライナ軍が侵攻した際、プーチン大統領は核兵器を用いる可能性を示唆しましたが、実際には有効な対応が取れませんでした。この事実は、プーチンの核の脅しが実質的には虚勢に過ぎなかったことを証明しています。北朝鮮軍の派遣計画。当初3000人規模で始まった北朝鮮軍のロシア派遣計画は急速に規模を拡大し、現在では5万人規模への増強が計画されています。この動きは北朝鮮がロシアとの軍事協力を強化している証拠であり、両国間の関係がさらに深刻な局面を迎える可能性を示唆しています。ロシア、北朝鮮、中国の悪の同盟とその構造的問題。背景、ロシアの兵力不足と北朝鮮の役割。ロシアはウクライナ戦争において深刻な兵力不足に直面しています。この状況はアフガニスタン戦争の教訓からロシア国内法で徴兵兵の海外派遣が禁止されていることが背景にあります。これにより北朝鮮軍がロシアにとって重要な補完的存在となっているのです。しかしながら北朝鮮兵士には言語の壁、訓練不足、現代戦に対する適応能力の欠如といった課題が多く、即戦力としての効果には限界があります。三国の補完関係の実態。ロシア、北朝鮮、中国の三国による協力は、それぞれの弱点を補う目的で行われています。北朝鮮、食糧危機や経済問題の解決を目指しており、ロシアからの支援を受けています。ロシア、北朝鮮からの兵力と弾薬の供給を必要としています。中国、影響力の維持と拡大を戦略的目標としています。このような悪の同盟は、表面的には連携を深めているように見えますが、実際には多くの不安定要因を抱えています。特に北朝鮮兵士の士気の低さや士気系統の問題は、この同盟の脆弱性を示す象徴的な要素です。国際社会への影響。NATO 諸国は2022年2月から2024年8月までの間に、ウクライナに対して総額24億ドルもの軍事及び経済支援を提供しました。この金額はロシアの過去3年間の軍事予算に匹敵する規模であり、ロシアに対する圧倒的な経済力の差を示しています。この差は長期的に見ればロシア主導の同盟の持続可能性に深刻な疑問を投げかけています。ウクライナ戦争がもたらした軍事バランスの変化。西側の支援によるウクライナ軍の進化。NATO 諸国による大規模支援を受け、ウクライナ軍は最新の西側軍事技術を駆使することで戦術面での大きな進化を遂げました。この支援により、特にロシア軍の下方部門に大きな打撃を与えています。戦争開始以来、ロシアは2万門以上の火砲を失い、これは同国の伝統的な大規模攻撃戦術の継続を困難にする要因となっています。さらにロシアは西側の経済制裁により、これらの火砲を補充する手段を失っています。北朝鮮からの弾薬供給に依存せざるを得ない現状は、ロシアの軍事大国としての地位低下を象徴する事態と言えます。ロシア軍の急速な消耗。2024年前半の戦況では、
わずか2ヶ月でロシア軍が7万人もの損失を出しており、これはアフガニスタン戦争全体の損失に匹敵します。特に熟練兵の損失が深刻であり、その補充が難航しています。この結果、ロシアは北朝鮮兵士という傭兵に依存せざるを得ない状況に陥っており、軍全体の質的低下が懸念されています。